ニュランダル様、お茶をどうぞ。これはラベンダーティーですか？はい、ラベンダーティーはストレスを和らげて眠りを促す効果がありますので、夜にぴったりかと。修理担当の方によると、電力の復旧までまだ少しかかるそうです。それまではお茶を飲んでリラックスしていただければと思います。リタ、手は大丈夫ですか？ご心配には及びません、デュランダル様。先ほどの蹴りで怪我などしていませんよ。今後停電した時は私を待たなくて大丈夫です。傷つけたくありません。気をつけます、デュランダル様。悪くありません。少し甘かったのは蜂蜜を入れてあるからでしょうか？手作業で取った木宿蜂蜜です。ほのかな香りとさっぱりとした甘さが特徴です。リタの入れたお茶はいつも美味しいですね。お褒めに預かり光栄です。なんだか今夜の星空は想像していたよりも明るい気がします。災い転じて福となすというところでしょうか。停電がきっかけで地面の明かりがなくなり、星の光が鮮明になっています。天命本部が停電するなんて意外ですね。ええ、数年ここで過ごしてきましたが、今日が初めてです。こういう体験もたまにはいいですね。停電がなければこうしてお話しする機会もありませんでした。こうして話すのは久しぶりな気がします。前回は確かスタンを飼い始めたばかりの頃でしたね。いつの間にかこんなに時間が過ぎていました。それに年末が近づくにつれ任務も多くなり、座って話す時間が少なくなってきています。デュランダル様は今年も頑張りましたね。いいえ、まだです。できることはまだいろいろ。今年がこうして終わるのが残念です。では新たな一年は、今年できなかったことを一緒にしていきましょう。はい。新しい一年、崩壊をこの世界から徹底的に駆逐できますように。それはデュランダル様の新年の願いでしょうか？そうかもしれません。ではバルキリー・デュランダルの願い事はこれでおしまい。この先は少女ビアンカが願い事を言うお時間ですね。はい。少々お待ちください、デュランダル様。いいえ、ビアンカ様。リタ？
ビアンカ様、お誕生日おめでとうございます。誕生日？正確に言いますと1月1日ビアンカ様の誕生日まであと1分15秒ですが。それは適当に書いた日付です。わざわざ祝う必要はありません。日付はさほど大事ではありません。誕生日を祝う儀式、それ自体に特別な意味があります。1年間成長した記念、もしくは未来への願いは、この日を特別な日とし、新たなスタートラインにするのです。ですので適当に記入した誕生日でもお祝いする価値があります。ろうそくに向けて願い事を。よくできました。では、一口だけです。一口だけでしたら問題はないはずです。甘いものを食べるとドーパミンが分泌され眠くなくなります。しかしラベンダーティーは緊張を和らげ眠りを促す効果があります。リタはそこまで考えてくれていたんですね。お味はいかがでしょうか？悪くありません。気に入っていただけたようで何よりです。残りのケーキを冷蔵庫にしまいますので少しお待ちください。待って、リタ。どうしましたか、ビアンカ様。もう少しここにいてください。かしこまりました、ビアンカ様。それと今度はケーキを用意しないでください。今度は新たなサプライズをご用意いたします。